本体の操作パネルからヘルプを見る方法をご紹介します。ホーム画面でヘルプを押します。知りたい情報に応じて項目を選びます。例えばよくある質問を押すと問い合わせの多い質問が表示されます。検索マークを押すとキーワード、エラーコード、コンテンツ ID でヘルプを検索できます。操作途中でも先ほどまで確認していたヘルプ画面に戻れます。操作パネルにエラーが表示された場合、直接ヘルプを確認することもできます。QR コードを読み取ってヘルプの情報をモバイル端末で閲覧できます。同じ画面が簡単に確認できます。ぜひご活用ください。